それではイベント開始のお時間となりましたので始めていきたいと思います。皆さんこんにちは。ちょっと皆さん元気足りないですね。もう一回いきますよ。こんにちは。ありがとうございます。本日はようこそ名古屋港水族館へお越しくださいました。それではイベントを始めていくにあたって、まずはベルーガたちのことを簡単に紹介していきたいと思います。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間で、日本では白イルカと呼ばれるほど体が白いことが特徴的です。そしてここ名古屋港水族館では、そんなベルーガを現在4頭飼育しています。今回のイベントではそのうちの2頭が参加してくれるようです。それでは1頭ずつこのアクリル面に呼んでいきたいと思います。それではまずグレーにやってきてもらいます。さあグレーやってきてくれますよ。さあグレーやってきてくれました。さあ行くよグレー。こんにちは。胸びれ振ってくれています。グレー推定年齢24歳、メスのベルーガです。もうちょこっちこよか。はい、こんにちは。さあグレー、体全体に模様があることが特徴のベルーガなんです。とても分かりやすいので、皆さんメインプールにいる際はぜひ探してみてください。さあグレー、上手にご挨拶できました。さあグレーの紹介が終わったところで、もう一頭のベルーガも呼んでいきたいと思います。さあ次はナナがやってきてくれます。伝えてきてくれました。はい、こんにちは。さあそして名古屋港水族館までメスのベルーガ7です。そしてなんと現在7妊娠中です。お腹の中には赤ちゃんがいるんです。ぜひ皆さん7とお腹の中の赤ちゃん温かく見守ってあげてください。さあ、ナナも上手にご挨拶することができました。それでは一旦戻ってもらいます。さあ、ベルーガたちの紹介が終わったところで、ここからが本題です。今回はベルーガの不思議な魚の食べ方を紹介していきます。野生のベルーガは魚の他にイカやタコ、エビやカニなど全部で50種類から100種類もの餌を食べていることが知られています。そしてその中にイカナゴと呼ばれる魚がいます。さあ皆さん、こちらのパネルご覧ください。さあ皆さん、分かりますか。推定には2頭のベルーガがいます。そして砂の中にはイカナゴが隠れています。このイカナゴという魚、この砂の中に潜る性質を持っているんです。ベルーガたちはこのイカナゴをどのようにして食べるのでしょうか。今回はそれを皆様にお見せしたいと思います。しかしこのプールの中に砂とイカナゴをドバッと入れるわけにはいきませんので、今回はある実験装置を用意しています。それでは実験装置下ろしてもらいましょう。さあここでお客様にご案内いたします。写真撮影ですが、フラッシュ光らないようにお願いいたします。立ち見を希望される方は最後尾に並んでいただき、それ以外の方はしゃがんでの観覧にご協力をお願いいたします。さあ実験装置降りてきました。そしてこの透明の筒の中には魚が入っています。今回はイカナゴの代わりにシシャモという魚を代用しています。当然ベルーガたち、この筒の底には口届きません。さあベルーガどのようにしてこの魚を食べるのでしょうか。それではグレーにやってきてもらいましょう。さあ最初グレーやってきてくれますよ。さあぜひ皆さん餌の食べ方注目してみてください。それさあ皆さんいかがでしょうか。さあ分かりますか皆さん。さあグレー上手に魚食べてくれています。さあグレー、どのようにして魚を食べているでしょうか。あ、ありがとうございます。吸っているという声が聞こえてきました。大正解です。
ベルーガ、このように吸い込んで魚を食べていますが、実はその吸い込む前にある行動をしているんです。それではもう一度よく観察してみましょう。さあ、わかりますか？あ、ブレー戻っていってしまいましたね。お腹いっぱいになったんでしょうか。魚まだ半分ほど残っていますので、次はナナにやってきてもらいます。さあ皆さん、一番最初は分かりやすいかもしれません。さあ行きますよ。それ、あ、今です。今分かりましたか皆さん。そうなんです、ベルーガは口に水を含んで、それをパッと吹き出して舞い上がった魚を吸い込んで食べているんです。ベルーガたちの口元は私たち人間と同じように柔らかい筋肉でできています。筋肉でできているので、この口元をウッという形にすぼめることができるんです。このようにすぼめることで、ベルーガたちこのように簡単に水を吹き出したり吸い込んだりすることができるんです。さあ、ナナ結構上手に食べてくれています。そしてこの水吹きですが、3回目でやるとこの右側の映像のように、左側の映像のようになります。さあ、結構水量ありますよね。こちらの水ですが、なんと一度に2リットルから3リットルもの海水を吹き出していると言われているんです。さあ、ナナ結構頑張ってくれていますね。お、ナナ戻っていきました。さあ、魚ちょっと残っていますが、それでは実験装置上げてもらいましょう。さあ皆さん、ベルーガがどのようにして餌の魚を食べているかお分かりいただけたでしょうか。ここからはそんなベルーガたちのこの2回目ならではの種目を紹介していきたいと思います。ベルーガたち、この今口元を使っていましたよね。この口元を使って泡のリングを作ることができるんです。私たち飼育員はバブルリングと呼んでいます。あ、フラッシュ光らないようにお願いしますね。ご協力お願いします。さあ、それではそのバブルリング、グレーに挑戦してもらいましょう。さあ、グレーやってきてくれますよ。さあ、上の方からやってきます。帰ってきてくれました。さあ、皆さん一瞬なので見逃さないようにしてくださいね。いきますよ、せーの、よいしょ。さあ、上手に決めることができました。さあ、こっちのお客様にも見てもらいましょう。さあ、グレー、いくよ、せーの、よいしょ。さあ、今日とても上手です、グレー。さあ、グレー、しっかりと上手に決めることができました。それではトレーナーさんにいっぱい褒めてもらいましょう。さあ、そして今泡のリングできましたが、実はベルーガこの頭の上にある鼻の穴からリングを作ることもできるんです。私たち飼育員はそれをエンジェルリングと呼んでいます。それではそれをナナに挑戦してもらいます。さあ、ナナやってきてくれますよ。さあ、やってきてくれました。さあ、皆さんいきますよ、せーの、よいしょ。お、一発で綺麗に決めることができました。ナナ上手だね。さあ、こっちのお客様にも。さあ、いきますよ、よいしょ。さあ、皆さんいかがでしょうか。今日とても上手です。さあ、ナナ上手にリングを決めてくれたところで、イベントは終了にしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。さあ、ナナ上手に挨拶することができましたね。最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。この後も名古屋港水族館をゆっくりとお楽しみください。ご使用になられたマットですが、所定の位置に戻していただくようよろしくお願いいたします。